琴塚駅は岐阜県岐阜市琴塚一丁目にあった名古屋鉄道美野町線の駅。美野町線が美野電気軌道の路線として1911年に開通した当初より存在する。2005年4月1日をもって美野町線と共に廃止された。無人駅でホームは単式一面一線。もともと集落の中にあった駅だが南側を並行する国道156号の 拡幅工事で住居が立ちのいったため、国道の歩道とホームとは、柵で隔てたのみの同一平面上にあった。当駅から日の橋駅方面へ向かって、身の町線は左側へ大きくカーブし、進路を北に取る。また、写真の通り、2017年4月現在も、周囲道路整備は、整備されておらず、駅ホーム跡が残っている。AB、岐阜のチンチン。 電車岐阜市内線と美濃町、伊比、谷組線の85年郷土出版社、1997年、219から230ページ、ISBN4 から876700974、今尾圭介、日本鉄道旅行地図帳7東海、新庁舎、2008年、51から52ページ、 ISBN 978から4から10から79万25から8。川島慶造、全国鉄道事情大研究名古屋北部、岐阜編1、創始者、1997年、181ページ。ISBN4 から794207964。電気車研究会、鉄道ピクトリアル通関第473号1986年12月。 臨時増刊号、特集名古屋鉄道、ふず、名古屋鉄道路線略図、ありがとうございます。